キャスパー・コメライン・コメリンらが描かれたトローストの絵画インスペクターズ・オブ・ザ・コレニウム・メディカムから1724カスパル・コメリンはオランダの植物学者であるアムステルダムに生まれた出版業者で歴史家のイサーク・コメリンの孫で新聞出版社の同盟のカスパル・コメリンの息子であるおじに植物学者のヤン・コメリンがいるライデン大学で医学を学び 1694年に医学の学位を得た。アムステルダムに戻り、ペーター・ホットンの後を受けて、おじが、市長のジョーン・ハビ・コパー2と共に設立した、アムステルダム植物園の植物学者となり、園長を務めることになった。おじが未完で残した、フローラ・マラバリカ・サイブ・ホルティ・マラバリシー・カッタラガス、エクセベンス・アマニアム・エイズダム・プラントラム・ノミナ、クエイ・エバリス、 タムベターバスタムリーセンティーラーボスベタニシスコレジェットインオーデナーアルファベタカムダイジェストを完成させアムステルダム市から資金を得て出版した1703年に気象植物の分類に関する著書を出版しアテナイ音楽園の教授となったフレデリクスルイ氏と共にオランダやそれ以外の地域の植物の分類を行ったコメリンラのフローラマラバリカは ジョンレイの分類体系に基づいて多くの植物の分類を行い、植物画家、ヤン・モニンクスの図版が付けられ、カール・フォン・リンレの植物の種の監査員になり、この時代の姿がトローストの絵画に残され、アムステルダム歴史博物館で見ることができる。C ・コメラインは植物の学名で命名者を示す場合に、カスパル・コメリンを示すのに使われる。ありがとうございます。